ある日疲れた時は休めばいいさ。目に見えないものの方が多いくらいだろう。駆け抜ける時代を背に僕らは何かをなくしていたかもしれないな。だけどこの胸にはいつも君がいてくれた。脱顔面ミレームブルプラス、私
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。